岩月区は埼玉県埼玉市を構成する10区のうちの一つ。埼玉市で最も面積が広い。岩月市も山椒埼玉市の東部に位置する。市街地は区の北寄りにある岩月駅周辺となっている。区南部では浦和みその駅周辺の大規模区画整理事業であるみそのウィングシティの区域内となっており、宅地や商業施設の造成が進んでいる。岩槻は 岩月城の城下町時代から岩月塾を経て多くの町名が残っていたが住居表示実施の流れにより1965年頃から順次消滅した。現在では本町、東町、西町、中町、府内などの町名となっている。渋谷は交差点名、バス停名、市宿は商店街名、大区町は 町内解明といったように一部名を止めているものもある。他に、城下町時代からの町名ではないが、通称名として、富士見町や境町といった町名も存在した。旧町名の持つ文化価値が見直され、住居表示などで失われてしまった町名を復活させようとする動きがあり、旧町名や通り名を記した石碑、プレートの設置を進めている。主な町名、通り名は、 下記の通り、など一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。これまでに7度に分けて行われている。区成立後から毎年4月1日の人口、住民基本台帳人口より、図書館区長、沼尻祐一小学校、中学校高等学校専門学校大学岩月、区内の人形店岩月城下にあたる。 岩月駅東口を中心として、岩月人形と呼ばれる、ひな人形を専門とする人形店が集積し、人形の街として全国的に知られる。岩月の名物としては特にひな人形、兜などの人形が有名である。これは、日光東照宮造営に関わった職人が、名水井戸があったためその後岩月に留まり、江戸初期に始めたものと言われている。 現在も岩月駅周辺や人形町通り、市宿通りなどに人形店が軒を連ねる。市外局番は市内全域048。市内局番が 6XX、7XX、8XX の地域との通話は市内通話料金で利用可能。収容局は岩月局、川津局、和度局、ジオン寺局、7XX から始まる。 市内局番は、岩月区と同じ NTT 東日本岩月、営業所管内に属するはすが市のほか、上尾市、桶川市、北足郡み稲町、春すか市で使用されている。郵便番号は、区内全域が339から0零 x x である。高速道路一般国道県道地下鉄延伸、編集埼玉高速鉄道が、 岩槻市を通って、ハスダ市まで延伸される計画があり、岩槻駅前や区役所には計画の早期実現を訴える垂れ幕が掲げられている。中心市街地の商業機能衰退や、交通空白地帯の存在などの諸問題解決に大きな効果があるとされる。岩槻浦和美園駅間の2017年度以後の着工に向けて、埼玉市地下鉄7号線延伸事業化推進規制会、 が発足している。区内に中間駅の設置も予定されている。かつて通っていた鉄道編集未成線編集。ありがとうございます。